アガースラの中に入っていく子供たち。17世紀頃。アガースラの中に入っていくクリシュナ。18世紀頃。退治されたアガースラ。18世紀頃。ミズーリ州、カンザスシティ、ネルソン・アトキンス美術館所蔵。アガースラあるいはアガは、インド神話に登場するアスラの一人である。アガースラとは、アガという名前のアスラのい、プータナー、バカと兄弟で、 悪王関佐の将軍。プラーナ文献の一つである、バーガバタプラーナに、クリシュナがアガースラを退治し、その罪から救済することが物語られている。クリシュナが五歳の時のことである。ある日、クリシュナは、牛飼いの子供たちを誘い、牛たちを連れて森へ入っていった。彼らが森で遊んでいると、関佐の命を受けたアガースラが現れて一応者も、ある巨大なに変身し、 巨大な口を開いて、子供たちを待ち伏せした。上顎は雲まで届き、その牙は山のようであり、口の奥は洞窟のようであった。アガースラの巨大な体を見つけた子供たちは、面白がって口の中に入っていき、アガースラに消化されて死んでしまった。クリシュナは心を痛め、自身もまたアガースラの口の中に入っていき、体を巨大化して口を塞いだ。 そのためアーガスラは窒息して生き耐えた。死んだ子供たちはクリシュナが視線を向けただけで蘇生し、またオロチの体からまばゆい光が現れてクリシュナと合一した。残された巨大な体は乾燥した後、人々の遊び場となった。ありがとうございます。